はい、今回あの2人芝居から4人芝居になりましたけど、いやそうですね、はい、今回4人になったことによりあのパワーが倍増するんじゃないかということで、うん、もう見事に倍増してます、うん、特にやっぱ三好由紀さんの底力たるや、うん、やっぱすごなんか後半稽古の後半からすごいなんか、うん、グラフで言うとこんな伸び方を、いや直角本当にこんな伸び方したんで、いやすごいなと。だから逆に刺激になったと思います、酒井さんも柏木さんも、おっとこれは負けてられへんっていうのが見えたので、今回まあテーマとしてはですね、もうあのまあこれあの投資稽古を見ててつくづく思ったのがやっぱ熱さだなと、もうとにかく何かにまっすぐな人たちを描いてます。すごいむちゃくちゃなところもあるんですけども、実は一貫して、なんかこう愛とか情熱みたいなもの後付けですけどテーマになってるような気がしました。さっきゲネプロ終わりましたけど、そうですね、どうですか、お客さんの反応も含めて。いやいや、まああの予想を超える反応があるところもあれば、いやでもね、わかんないですね、これからいろいろ進化するシーンがいっぱいあると思うんで、僕も楽しみですね、どう日々どう変わっていくか、特にあそことか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 これ早くあの劇場で見にいらっしゃったお客様とちょっと共感したいところですね。今回なんかおすすめみたいなのあります、ストーリーの中で。まあ、お腹が空きますね今回特にあの3回公演じゃないですか、はいはい、でなんかいつも町そばやとおなんかご飯食べるタイミングがまあはっきりしてるんですけど、はいはい、3回公演って意外ともうなんかいつ行っていいか分かんなくて、スタッフも、もう僕ら本当に、あ、なるほど、今なのかみたいな。あ、松本さんが実際にお腹がすくって、お腹がすきます、やっぱ本番中、例のシーンが、劇を見てじゃなくて、劇を見てもあのすくし、いろいろこうね、なんかこう食欲までかきたてられる演劇だと思います。